ちは、ふたばエマです。ですね、今日は3万人チャンネル登録者数がいきましたということで、ありがとうございますっていう動画をね、撮らせていただきます。いや、ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう3万人いくって結構なかなか大変でしたもんね。結構イベントとかでもやると、エマちゃんの動画めっちゃ最近仕事中とか休憩時間とかに見てるんだみたいな、なんかすごい楽しくやってるのがすごいいい息抜きになってるから、これからも頑張ってねって、楽しい動画たくさん撮ってアップしてくださいって言われること結構多くって、なんでちょっとこれからもね、皆さんのちょっと疲れた時に見てもらえるようないい感じのね動画を作っていきたいと思いますので、これからもエマチン頑張ります。みんなのために頑張るので、これからも応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっと新しいことにも挑戦していきたいなっていうふうに思ってて、エイカーさんはスライム作ってるじゃないですか。私もなんか作りたいなと思って、何作ろうかなって考えた時に、私は粘土でちょっと棒を作りたいなって、棒をね作っていきたいと思います。棒を作って、それになんかちょっと装飾とかしてね、まあでもなんかちょっと皆さんにプレゼントは厳しいかもしれないんですけど、とりあえずちょっと何本か棒を作っていきたいと思いますので、ちょっと楽しみにしててください。ちなみになんで棒なんですか？なんでだろう、なんかちょっと私すごいそんなに手先が器用じゃないんですけど、なんか作りたい。でもどうしよう、あ、棒だったら作れるんじゃないかっていう。あとエカさんに憧れたっていうね、スライム作ってるからね。どっちに転んでもなんか変なものになる。変なものになっちゃう。そう、ただ私棒しか作れないから、あ、丸も作れるかもしれない。丸に棒ですか？でもなんかとりあえず粘土で棒とか丸とかいろいろ頑張って作りたいと思います。あとなんだろう、こう結構ね、あれもやってて楽しかったんですよ。なんか前いつだったか見てもらって方は分かると思うんですけど、食べられるローション、あ、違いますね。違う、なんだっけ、食べられる精液です。そうだ、そう、食べられる精液を作ったことあったじゃないですか。ね、朝バナナとローションを組み合わせて、この辺にあるかな、ちょっとサムネとかあると思うんですけど、そういうなんだろう、自由研究的な動画もあれ結構楽しいので、なんかそういう動画を作っていけたらなっていうふうに思います。あとね、なんかもうちょっとね、そろそろ外も行けたりもするのかな。外とかどうなんでしょうね。でもそろそろ行けそうですよね。ね、行けそうですよね、はい、だからもう棒作ったり自由研究的な動画撮ったりとか、あと外ロケとかも行ってみたいと思いますので、頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日の動画は以上になります。え、目指せ次何万人がいいかな。5万人、ちょっと5万人目指して次は頑張っていきたいと思いますので、ちょっとノンストップで走り続けたいと思いますので、これからのふたばエマのチャンネルよろしくお願いします。こんな感じで終わります。いつも雑でごめんなさい。バイバーイ。